演舞開演。どうも、本日はこちらグリチャ、ケール入りグリチャ緑黄を飲みたいと思います。グリチャはもう何度も飲んでいますが、これにも説明が書いていました。そして今回はケールの説明もついています。ケールというと青汁のイメージがあるので、きっとそれを配合することで体にも気を使ってくださいということなのでしょうね。ちょっとまあ何ですか。では早速開けて、おや、ドバッと出てくるかと思ったのですが、そうでもなかったですね。全部出たのかな、ちゃんと。はい、こんな風になりました。ではお湯を注ぎます。グラムの量を入れればいいのかな。このぐらい。では粉末なので混ぜます。やっぱりケールだけあってちょっと青いか香りがしますね。とりあえず混ぜ終わりましたので飲んでみたいと思います。ケールが入っていることで若干青臭さがありますね。これまでのグリチャがちょっと香ばしくても美味しいお茶と考えるとちょっと苦みがあって、体には良さそうですけど、味を求める人にはうーんとなるお茶かもしれません。まあ自分は普段から青汁を飲んでるのであまり気にはなりませんでしたが、そのあたりはお好みかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。